皆さんこんにちは、青木美沙子です。今日もプチプラ×ロリータ企画をやっていきたいと思います。今日はちょっとちゃんと伏せながらできたのでよかったと思います。ということで今日は大好評いただいているプチプラ×ロリータコーナーなんですけど、本当にいろんなねプチプラがあるので、ロリータファッションとプチプラをこれからも続けていきたいと思っております。ということで今回プチプラの代表として、じゃじゃん、こちらです。もうプチプラといったらユニクロですよね。ということで今回はユニクロでプチプラなものをとロリータファッションを合わせてみたら合うのかということに挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで私ユニクロはね実は結構買ったことがあって、何を買ってるかというと、それこそヒートテックとかエアリズムとか中に着るもの結構ユニクロのものが多かったりするので、そういうのを買ったりするんですよ。だけどそれは内側のものであって人に見せるものではなくって、外側のものを買うことはほぼほぼなかったんですよね。でも今回はロリータと合わせるためにまたね1時間ぐらいめちゃくちゃ大きいユニクロがうちの近くにあるので、そこでもうぐる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 回って買ってきたアイテムがこちらになります。で私実はユニクロ2箇所行ったんですよ。でサイトも通販サイトもめちゃくちゃチェックしたんですけど、なかなかこれっていうものがなくって、何を買ってきたかというとですね、実は今回1点しか実は見つけられなかったんですよね。本当にいろいろ吟味したんだけど、やっぱり T シャツとかはちょっとさすがに合わないし、今なんか流行りのこういうロングなんていうのかな、あれワンピースみたいな T シャツをちょっと長くしたワンピースみたいなの合わないし、いろいろ考えたんだけど合うのが一つしかなかったのでこちらを買いました。ということでみさこチャンネル、何を買ったかというと、じゃ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 ー、はい、こちらになります。じゃん、ですね、金額としてはめっちゃ安いの、やっぱりプチプラだから1500円というこちらです。見えるかな、1500円、ここねになります。安すぎます、本当に。やっぱさすがユニクロだなっていう感じなんですけど、やっぱりユニクロって、プチプラなんだけど物がいいんですよね。1500円なんだけどめちゃくちゃしっかりしてるんですよね。でこちら何を買ったかというとですね、今ね出てるんですけど UV カットのスーピマコットンクルーカーデ長袖カーディガンを今回購入しました。なんかね結構私色味で迷っちゃったんですけど、なかなかやっぱり春先はパステルカラーのコーディネートをしたいなって思っていて、こちらを購入しました。でこれここに書いてあるのがわかると思いますけど、150、150、150って書いてあるので、実はですねキッズサイズになります。はい、でキッズ入るのっていうご指摘もあるかと思うんですけど、150で私ちょっと試着したんですけど全然余裕でした。だから普通のこういうカーディガン、キッズサイズじゃないやつ、普通に大人サイズも SML とかあったんですけど、それだとなんかちょっと大きいのかな、ダボっとした感じになっちゃうかなって思ってて、ロリータって割とボレロ系のものとかちょっと丈が短いものとかが多かったりするので、そういうのと合うファッションが多いので、結構やっぱり丈感って大事なので、これはかなり
これで150なんですけど、サイズ的には全然大丈夫だと思います。で色もね4色ぐらいあったかな。でまあ普通にネイビーとか黒とか紺とかそういう色もあって、でキッズなのでこの辺が可愛かったんですよ。ここのなんかなみなみってなってて、それが可愛いのと、普通の大人のカーディガンだと、まあ、安くて1900円っていう感じなんですけど、まあ、キッズっていうこともあって値段も値段も1500円だから大人サイズのよりも、まあ、明らかに安いっていうところも、まあ、今回の魅力かなと思います。それではこちらでロリータファッションとユニクロは合うのか挑戦していきたいと思います。ちなみに今私が着ているこのイノセントワールドさんのお洋服にも合うと思うので、ちょっと着てみたいと思います。なんかピンクの色味が割と青みピンク系の色味なので、結構こういうクラシカルなロリータには合うかなって思います。ちょっと着てみます。本当に私実は今日中にねヒートテックも着ていて、だからユニクロとユニクロに挟まれてるロリータなんですけど、中にヒートテックも着てるし、上はあのこういうロリータイノセントワールドさんのロリータのワンピースなんですね、これ着てるんですけど、それの上から、まあ、150サイズの、あのカーディガンを着ても全然大丈夫です。でまあボタンをね閉めても閉めなくても可愛いと思うんですけど、色味的には全く問題ないし、サイズもまあキッズで150なんですけど、まあ、あんまりきつそうに見えないっていうところが結構いいかなって思います。しかも UV カットなので、ちょっと夏暑いなっていう時とかに日焼け防止のためにちょっと肩からかけたりとか、あとはクーラーが寒いとか、まあ、これからの季節あると思うので、そういう時に持ち歩いたりとか、結構何でも万能に使えるアイテムだと思います。こんな感じ、イノセントワールドさんとも相性バッチリですね。続いて、違うお洋服に着替えたいと思います。はい、続いてはこちらのコーディネートになります。こちらはブラウスがルルゲッタさんで、ワンピースはエミリーテンプルキュートさんで、こちらの、キャノティエがメロディーバスケットさんの、お洋服になります。結構、ま、薄手なカジュアルロリータみたいな感じのお洋服になっております。で今回の結構バラのところの色味とこの色味がすごく合うので、こちらと合わせていきたいと思います。はい、じゃあまず着てみます。ちょっとタグがついたままなんですけど、でも前もやったとは思うんですけど、ブラウスを着ている時とかはなるべくブラウスのこういう先のレースというか部分は見せた方が絶対に可愛いと思います。結構、まあ、ロリータブランドのカーディガンはリボンがついてたりとか凝ってるものが多いと思うんですけど、まあ、ユニクロのはねそんなに、まあ、凝っているっていうものではないので、ちょっとねレースで可愛さを出すのもいいのかなって思います。こんな感じです。わかるかな、ちょっとレースを上からね出してみて、カーディガンを合わせてみました、まあ、ポイントとしてはちょっとやっぱり手先とあと首のこの襟を出すっていうのが、まあ、可愛くなるポイントかなと思います。でも丈感とか長さもすごくちょうどいいし、色味もこのワンピースとも合っているのでめちゃくちゃ可愛いと思います。サイズ感もぴったりなので、でちょっと絞りたかったらこう止めて、よりこう可愛らしい感じで着てもいいかなって思います。結構カジュアル系のロリータでもユニクロのカーディガンと相性が良かったです。続いていきます。続いてのコーディネートはこちらになります。
こちらはミルクのワンピースになります。で、去年の夏かなに出たものなんですけど、ちょっと夏にちょっとあの羽織るという、あのやっぱりこれ1枚だと寒いかなとか、ちょっと不安だなみたいな時に、こちらのカーディガンがあるとめちゃくちゃ便利なので、こちらを着てみます。これね、いちご柄なんですよ、柄がね。なので、いちごの色味とカーディガンの色味が合うかなと思ったので、こちらを合わせてみました。こんな感じです。はい、こんな感じです。で、ちょっとね、袖をまくると可愛く着れるかなと思いますけど、全体的にはこういう感じです。結構あのな、これ長めのロングのワンピースなんですけど、そういうワンピースの上からちょこっと重ね着してもいいかなと思います。なんといってもピンクのね、色味がめちゃくちゃ可愛いんですよ。だから本当にどんなお洋服にも合うし、映えるし、しかも襟がないようなお洋服でも、ここのところがキッズっていうこともあって可愛らしく波打っているので、そこもね可愛いかなと思います。しかもボタンがね、これ色味一緒の色味になってるの、それもまたなんか安っぽさがないというか可愛らしい感じで、結構合わせやすいかなと思います。はい、続いてのコーディネートに行きます。続いてのコーディネートはこちらになります。これまたすごい、ロリータの中でも、姫ロリっていうジャンルで結構最大級のロリータというか、かなりすごいロリータファッションになります。で、姫袖になってるんですけど、結構この姫袖がカーディガンと合わせた時になんか入らない、レースの量も多いのでっていうこともあるので、姫袖とユニクロのカーディガンはどっちが勝つかという感じで着てみたいと思います。色味的にはこれピンクの、ロリータファッションなんですけど、アンジェリックプリティさんと、アンジェリックプリティさんですね、ブランドの名前は、こちらを着てみたいと思いまして、結構出かける時にこう姫袖をパサパサしたりとかすると結構派手だったりとか、あとご飯をね食べる時に、ロリータあるあるなんだけど、ついちゃうんですよ。例えばお寿司とか醤油ついちゃったりとか結構するので、私はいつもこれをねこういう風にしまうんですよ。で、ご飯を食べるみたいな感じでね、結構ロリータ、おしゃれは我慢というくらいだけど、ロリータって結構大変なんですよね。で、カーディガンを、姫袖とユニクロのカーディガンはどちらが勝つのか、ぜひ皆さん見ていてください。みさこチャンネル。では、いきます。で、私はちょっと姫袖を持ちながら袖を通していきたいと思います。じゃないとここで固まっちゃうと思うので、じゃんじゃんじゃん、どうかな、大丈夫かな。あ、でも入る入る、なんか小さいカーディガンだと入らないことあるんですよ。だけどこれは入るかな。あ、入った、わかった、すごい、ユニクロ買った、しかもユニクロキッズ買ってる、あ、しかも可愛い、あ、いい感じです。で、あの姫袖も今汚れたくないっていう時に結構私カーディガンを着たりとかすることもあるんですけど、あとはちょっと、UV カットもしてくれるし、防寒対策というか寒さ対策もあるんだけど、結構すごく人目に触れるところとか、あんまり目立ちたくないあの電車の中とかは結構カーディガンを着るとカジュアル感も出て結構可愛いと思います。しかも結構薄めのピンクなんだけど、濃いめのピンクがはっきりしているから結構色味も合うという感じで、姫袖とユニクロのカーディガン、勝者はダラララララララ、ユニクロのカーディガンでしたという感じで、本当に全然そんなぼっこりして見えなくない？すごくない？ユニクロこのぼっこり感がないの、結構
すごいと思って、普通に見える、姫袖が隠れてるなんてわからないように見えるので、結構普段使いもできるし、もちろんこういうゴージャス系のロリータとか、まあ、ロリータあるあるの、まあ、姫袖ってめちゃくちゃロリータのブランドさんの中ではあるんで可愛いものなんですけど、やっぱり生活しづらかったり普段まあ汚れちゃったりとかするので、そういう時とかは、まあ、ユニクロ1500円だったらね、少し汚れてもまあ許せるかなみたいなところもあるので、まあこういう実用性のあるものを上から着て高いロリータ服を守るっていうのも一つおしゃれのなんか賢い方法かなって思います。はい、こんな感じで、ユニクロ×ロリータをやってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、カーディガンなので着回しとかいろいろな着こなしというよりも、上からどう羽織るかみたいなところが結構、まあ、問題というかだと思うんですけど、本当にいろんなお洋服も合うし、あのそれこそ姫袖もちゃんと収納できるぐらいの幅もあったりするので、可愛らしいものは結構キッズアイテムに売ってることが多いの で、150サイズだったら、私身長まあ157あるんです。まあ普通に大人の体型で、まあ体重も普通の大人サイズなので、それでもまあ全然着れるし、ロリータを重ね着していてもちゃんと着ていけるので、結構もしユニクロでなんか欲しいものを探してみようとか、ロリータに合うものないかなって探してみた時に、キッズコーナーを行くのは結構おすすめだと思います。というわけでプチプラ×ロリータでした。またいろんなプチプラとロリータに挑戦していきたいと思いますので、皆さんぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。